こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日のお話は新浪人生へという形でお話を進めていこうと思います。まず生活面とあと心構えなんですけれども、これは前の動画でも言いましたけれども、上位層の高校を出て浪人生になったお子さんの中では、この言葉はすごく辛かったっていうお話を前回の動画でしました。無職っていう言葉ですね。で、もうこれはもう正直受け止めていただくしかないので、君の身分は無職です。ですので無職なのに1年間、要は勉強するために1年間、過ごすわけですので、しっかり勉強してください。で、浪人生、僕は無職じゃなくて浪人生なんだっていう、ことを言いたいのであれば、要は勉強するしかないですよね。勉強してない浪人生っていうのはもうもはや浪人生ではなくて、ただのニートです。お父さんお母さんにご飯を食べさせてもらって何もせずに1年が過ぎていくっていうことになってしまいますので、ニートですし、もしそのまま、家から出なくなれば引きこもりっていうことになってしまいますので、あくまでもあなたの身分は無職です。何もしてない人です。これをしっかり心の真ん中で受け止めていただいて、で、無職だけれども僕には私にはやることがあるんだ、それは、浪人生である、なので、しっかり勉強しているよっていうところを、この3つをしっかり、頭の中に置いてください。で、辛くなったら、高卒で就職した友達っていうのが、まあ、同じ高校からはいないかもしれないですけれども、中学まで振り返っていただければ、高卒就職組っていうのが、結構いるはずです。で、その子たちは、1日8時間、働いてるはずです。で、社会人になると、まあ、シフトの関係だったり、まあ、いろいろな問題トラブルが起きたり、そんなことがありながらその中で働いていくっていう形になるので、例えば朝5時に起きて会社に行かなきゃいけない日もあるかもしれないですし、お休みの日も出勤しなきゃいけないこともあるかもしれないですし、朝からヘトヘトになるまで働いたのに今日は残業しなきゃいけないんだよなんていうこともあるかもしれないです。で、その中、働いているっていうところを、思い起こしてください。で、浪人生のやるべきことは勉強だっていうところに戻ってくると、ですので1日8時間これは最低限、勉強するようにしてください。で、生活面っていうお話ですので、朝昼っていうんですか、昼夜っていうんですかが逆転するようなことがないように、朝きちんと7時なら7時に起きて、で通勤通学時間があるもんだと思って、まあ宅浪の方だと自宅で勉強するっていうことになるんでしょうけれども、できれば体を少し動かした方がいいと思うので、宅浪の方も、この時間は通勤通学時間なんだぞっていうことで、30分、近所を散歩するなりして、体を少し動かしてください。で、1日8時間例えば9時から5時までとか、9時から6時まででお昼の1時間休憩とかっていう形で1日8時間はしっかり勉強してください。で、夕方、まあ、仕事が終わったらというか勉強時間、まあ、ノルマというかが終わったら、今日は残業するのかしないのかっていう形で、勉強時間を今日は伸ばす今日は伸ばさないっていう形で、決めてやってみてください。で、生活のリズムっていう形では、週に1日勉強しなくてもいいっていう時間、日にちがあってもいいと思います。日曜休みにするのか、例えば平日水曜日とか木曜日とか、お休みにするのかっていう形でお休みの日を作ってもいいと思います。で、その日はまあ多少は羽を伸ばしてください。まあ、長丁場になりますので、毎日毎日8時間以上勉強して、で、休みもなくっていうことになると疲れてしまいますので、週に一度のお休みはまあいいんじゃないのかなと思っています。で、計画面なんですに話が移っていくんですけれども、8時間の勉強で、乗り切っていけるのは夏前までかなっていう気がしています。っていうのは、だんだん暑くなってきて夏休みになってくると、受けるも死でも、
現役生との差がなくなってくるっていうこともありますし、残っている日数を考えるとなんかそわそわして勉強しなきゃしなきゃっていう形に気持ち的にもなってくると思うので、まあ1日8時間以上どうしても残業っていう形で、夜まで勉強する日が増えていくという形になると思います。で、ですのでまあこの春から夏までの時間はですね、少しギアを落とし目で構わないので、ただ毎日きちんとやるっていうところを、習慣づけてください。でやることなんですけれども、共通テストに代わってこれは言えると思うんですね。共通テストはセンターよりもちょっと手強いよねっていうことが、まあ共通テスト2回目だったので、やっとここで見えてきたのかなっていう気がしています。ですので、6月末までにしっかり基礎固めもう一度してください。共通テストでしっかり点数が取れるところまで基礎固めをしっかりしてください。で、共通テストの目標点がそれぞれあると思いますので、それプラスアルファ取れるぐらいのところまで基礎固めを一度していただければ、そこから二次対策の方に時間を取られるような、時間を振り向けるような形になっても、一度そこまで基礎を固めてしまえばまた、直前にですね共通テスト対策に戻ってきても、そんなにひどいことにはならないと思います。で、今年の受験で、共通テストはそこそこ取れたんだけれども2次で失敗しちゃったんだよっていうお子さんの場合は、その失敗した科目があると思います。ですのでその失敗した科目を基礎からしっかり6月末までにその苦手を乗り越えてください。で、まあ、例えば理系で、数学と英語はそこそこできたんだけど理科特に物理で失敗しちゃったよとかっていう場合は、物理をもう一度、初心に戻って1年生の物理基礎あたりから、しっかりやって、で6月末までに乗り越えていって、6月が終わって7月にもし受験があったら受かったのになっていうところまで、その苦手科目を乗り越えて逆に得点源にするんだぞっていうぐらいの気持ちで、やってみてください。で、まあ、どちらのパターンにしろ共通テストの基礎が終わったようなのか、2次の失敗科目がもう乗り越えたよっていうところが6月末までっていう形で、区切りをつけて、7月からは2次対策を徹底的にやってください。で、もちろん志望大学の過去問をやるのはもちろんなんですけれども、特に英語の長文なんかは、過去問をやっていくともう読んだことのある問題ばかりになってきてしまうと思うので、似た感じの長文、問題の出題傾向が多少違っても、長文の長さですとか、難易度が似ているものを見つけてですね、他題のものをやるとか、あとは英字新聞、今インターネットで英語の新聞読めますので、新聞の記事などを毎日、1日1つずつ読んでいくみたいな形で、習慣づけてください。で当然その中から、分からない単語とか分からない言い回しが出てくると思いますので、そちらの対策をしてください。で、ここにたどり着くためには当然この、基礎固めが終わっていないうちにこんなことをやっても、意味がありませんので、基礎固めがしっかり終わってるよっていうところが大前提になってきます。で、先ほども言いましたけれども10月から11月頃、共通テストのもうほぼ直前ぐらいで結構ですのでもう一度共通テストの勉強に戻ってきてください。で、共通テストのでしっかり点数が取れるようにもう一度対策を立てていただいて、でもう11月が終わってくると、もう受験1ヶ月前っていう形になってくると思いますので、また共通テストに、臨んでください。で、浪人生はまあ、当たり前の話ですけれども高校に行っていないので、スケジュールの管理がおろそかになりがちです。一番ひどい話が、これは毎年いるみたいなんですけれども、ニュースだったりで見かけますけれども、共通テストの申し込みがまだあったかい秋になる前ですよね。で、締め切ってしまうので、
このぐらいの時期になって10月とか11月になって、ああ共通テスト申し込むの忘れたなんていうことになってしまうと大変なことになりますので、もう一人で歩いていく無職の浪人生が勉強しているから浪人生って言ってられるんだっていう、一人ぼっちで戦っていくことに基本的にはなってしまいますので、スケジュール管理だけは、しっかりやるようにしてください。辛い1年になるかもしれないですけれども、ぜひ頑張ってこの1年を乗り越えていってください。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。